ックターゲットで最大で9名にアディダスの3サイロをプレゼントをしたいと思います。どうも小松です。今日は新年一発目ということで、まあ、お年玉、プレゼント企画をやっていきたいと思います。まあ、去年散々、アディダスのスパイクをレビューしてきたので、まあ、今回のプレゼント企画は、まあ、アディダスの3サイロコパセンスプレデターフリーク X スピードフローの中の、まあ、3モデルポイント2、ポイント1、そしてプラスの中から、まあ、ゲームで選んで、どのスパイクをプレゼントするか決めていきたいと思います。プレゼントの選び方なんですけども、あんな感じで、まあ、ターゲットを4つ作って、まずこちらのポイント2、ポイント1、プラスで、そのポイント2、ポイント1、プラス全てというのを、これランダムでターゲットに入れて、それを狙って、まあ、次にそのモデルが決まったら、このコパセンスプレデターフリーク、まあ、X スピードフロー、またはこの3サイロ全てというのを同じように、まあ、ランダムでターゲットの中に入れて狙っていきたいと思います。まあ、例えば1回目のモデル選びでプラスが出て、次のスパイク選びで3サイロ全てが当たったら、コパセンスプラス、プレデターフリークプラス、X スピードフロープラス3つを、まあ、3人にプレゼントするという形になります。まあ、もういくつか買って手元にあるんですけど、ポイント1とプラスに関しては、まあ、FG モデルで、まあ、カラーがバラバラになっています。カラーに関しては、まあ、インスタに写真を上げようと思うので、まあ、気になる方はそちらを見てください。まあ、あとほとんどが新品なんですけど、まあ、1個2個レビューで5分10分、まあ、蹴っているので、まあ、それが気にならない方は、まあ、応募をお願いします。まあ、応募方法は途中でまた紹介します。じゃあまずはこのモデル選びからやっていきたいと思います。こういう企画だったら、まあ、一番狙いにくい神コースに、まあ、一番いい商品というか、まあ、今回で言ったらポイント2、ポイント1、プラスっていう全部のモデルを置くんですけど、まあ、今回ランダムで本当にどこにあるのか分からないので、まあ、とりあえずは、まあ、適当に狙っていきたいと思います。
当たりました。じゃあとりあえずモデルはポイント1です。じゃあ次にどのスパイクになるのか、まあ抽選していきたいと思います。待ってね。モデルはポイント1になって、まあ、これからスパイクを選んでいこうと思うんですけど、まあ、自分の動画のコメントとかを見ているとやっぱ、まあ、プレデターフリークと、まあ、スピードフローが人気があるのかなというふうに思うので、まあ、できればどちらか、まあ、狙っていけたらいいかなと思います。当たりました。じゃあもう今回のプレゼントはこれで確定ということで、まあ、ポイント1っていうのはもう決まってるので、このサイロ、このスパイクのポイント1をプレゼントします。せーの、3サイロ全てのポイント1をプレゼントしたいと思います。応募方法なんですけども、まあ、今回は3サイロ全てのポイント1ということなので、まあ、もうそれぞれサイズをランダムで購入しているので、この動画を見た人でどのスパイクか1つと、まあ、どのサイズが欲しいか、まあ、コメントをもらって、まあ、それに合った人に、まあ、プレゼントしたいと思います。まあ、そちらのコメントに返信しますので、まあ、インスタかツイッターの DM で、まあ、やれたらいいかなと思います。まあ、大体期間は動画アップから 2,3 日くらいかなと思ってて、自分がまあ固定のコメントをするまでまあ受け付けようと思うので、それまでにコメントをお願いします。また今回の企画に向けてもうすでにレースレスモデルのプラスをそれぞれすでに買っているので、これもまたプレゼントできたらいいかなと思うので、まあ、もし動画を見つけたら応募してみてください。